ハンス・トーマは、ドイツの画家である。様々なスタイルの作品を描いたが、象徴主義の画家に分類される。バーデンビュルテンベルク州のベルナウ、イムシュバルツバルトの木工職人の家に生まれた。芸術的な仕事は、時計の装飾画を描くことから始め、1859年になってカールスルーへの美術学校に入り、ヨハン・ビルヘルム・シルマーに学んだ。 1866年に卒業後、デュセルドルフなどを訪れ、1868年には、友人となった夫ショルデラートパリを訪れ、ギュスターブ・クールベア・バルビゾン派の画家の作品に感銘を受けた。1870年からは、ミュンヘンで活動し、スイス出身の象徴主義の画家、アルノルト・ベックリン、1827から1901と親しくした。1877年と、 生物画家のセルラ・ベルテナーと結婚した。1878年からフランクフルトに住んだ。1879年にイギリスを旅し、イタリアへも旅した。1899年にカールスルーエの美術学校の教授に任じられ、カールスルーエ州立美術館の館長も務めた。作風は時代によって様々であるが、神話や象徴主義的な作品においては、 ルネサンス期のドイツの画家たち、アルブレヒト・アルトドルファーや、ルーカス・クラナッハの影響や、イギリスのラファエルン派の影響も見ることができる。ありがとうございます。